米大リーグドジャース5対2パドレス20日韓国ソウル古直スカイドーム史上初の韓国開催となったメジャー開幕戦はドジャースが逆転勝ちを収めたドグンでのデビュー戦となった大谷翔平投手29は2番 DH で5打数にアンダー1打点1盗塁だった試合はドジャースが1点を大8回2球とアンダで無満塁とすると E ヘルナンデスの左疑比で同点。続くラックスの打球は一塁クロネンワースが追いついたが、ミットの紐が切れて突き破り、記録は失策。決勝点が転がり込んだ、ベッツのタイムリーで4対2となり、なおも一死一二塁から大谷が左前的時打で移籍後初打点。マミコ夫人らが見守る中、初のマルチアンダにもなった。ドジャースはこの回一挙五得点で勝負を決めた。 この日はパドレス開幕投手のダルビッシュ有投手37と大谷の初対決も実現初回無視一塁の第一打席が夕頃3回西の第二打席が右前だと2打数1安打で引き分けだったが大谷はこの今季初安打から初投塁を決めるなど足でも見せたダルビッシュは4回途中に安打1失点自責ゼロ2年ぶり4度目の開幕投手を務めたが 過去3度に続いてまたしても勝ち負けがつかなかった、パドレスでは松井裕樹投手、28。もう6回一死からメジャー初登板、イいヘルナンデスから空振り三振を奪うなど3分の2回を無安打無失点に抑え、初ホールドを上げる上場のデビュー戦となった、21日の第2戦では、ドジャース山本義信投手、25、が初登板初先発、 オープン戦では3試合で防御率8.38と苦しんだが、この流れに乗って最高のメジャーデビューを飾りたいところだ。